はい、こんにちは。今日はですね、お酒のおつまみに最高のオリーブのマリネを紹介しますよ。材料はこちらです。まずオリーブの塩漬けの水気を切ってキッチンペーパーなどで拭き取っておきます。そしたら清潔な保存瓶に入れますよ。ここで全ての材料を入れていきます。ニンニクは芽を取って 2,3 ミリのスライスにします。赤唐辛子は半分にカットして種を除きますよ。ローリエ、タイム、粒胡椒をこんな風に砕いて入れますよ。最後にオリーブオイルを材料が隠れるまで入れますよ。スプーンなどでなじませたら蓋をして冷蔵庫で漬けておきます。翌日食べると味が染み込んで美味しいですよ。 2,3 週間は美味しく食べられます。残ったオリーブオイルはドレッシングとかパスタなどに使ってくださいね。味が染み込んでね、日増しに美味しくなってきますよ。ボナペティ。